多摩センター方面から侵入中の車両から撮影改札口ホーム南側で接続する山根イ歩道橋松が谷駅は東京都八王子市松が谷にある多摩都市モノレール線の駅。駅番号は TT02 相対式2面2000ホームを持つ鉄骨構造の高架駅。通常は無人駅で監視カメラによる管理がなされているが不定期的に職員がいる。 この路線の標準的な作りの駅ではあるが、通常の道路中央分離帯の上空ではなく、道路西側に沿った崖の傾斜面上にずらして建設されている。そのため、駅舎への出入り口の位置が西側に面した地上と同じレベルにあり、乗客は上下移動を伴わずに利用でき、モノレールの駅としては、珍しい導線設計が採用されている。出入り口は南面にもあるが、 こちらは歩行者専用道路につながる山根入り歩道橋に連絡している。ホーム階とコンコース階をつなぐ上りエスカレーターとエレベーターが各ホームに一台ずつ整備されている。2019年度の1日平均乗車人員は1323人である。開業以来の1日平均乗車人員推移は下記の通り。多摩ニュータウンにおける給料地の高台に位置する。 第17十区、鹿島と第18十区、松が谷との境界を通過する幹線道路の東京都道156号、町田日の線上にあるが、この地はニュータレウン計画で定められた。それぞれの十区に対する住民サービス施設が集積する近隣センターとは離れているため、駅の周りには商店街などは存在していない。駅舎は、 緑豊かで完成な純然たる住宅地の中にあり公園施設も多く、鹿島、松が谷地区に大きく広がる各住居地とは歩行者専用道路を通じて車の通行を気にすることなく安全快適にアクセスできるようになっている。ありがとうございます。